アイテム番号 SCP-200JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-200JP は乾燥剤とともに定期見物収容庫に保管します。 SCP-200JP は濡れると活性化するため、実験時以外は乾燥した状態を維持してください。拭き忘れ等による事故を防止するため、手で運搬する場合はつまんで持ち上げるよう留意してください。説明。 SCP-200JP はゴム製のアヒルのおもちゃです。鳴らした場合は単音か超音で鳴りますが、鳴らし方とは無関係のようです。メーカー及び生産工場は特定されており、これらに特異性はありません。工場の生産ラインから同様のオブジェクトは見つかっていません。SCP-200JP は水に濡れると活性化します。活性状態の SCP-200JP の半径10センチメートル、下方5メートル以内に人間の体がある場合、SCP-200JP は急速に重量を増加させます。B クラス職員を用いた実験では、重量の増加は下方に人間の体がある限り続き、3秒後には 420kg にまで増加しました。これによって被験者が死亡した後、SCP-200JP の重量は元に戻りました。そのため、死体には反応しないと考えられます。SCP-200JP は、市営住宅の浴槽から回収されました。所有者はこのオブジェクトを瓦で拾ったと証言しています。所有者が骨盤を損傷していたため、浴室内で転んだという疑似記憶を植え付けて記憶処理しました。所有者の保護者にも同様の記憶処理を実施しました。ほい。このオブジェクトはアノーマラスアイテムに分類される予定でしたが、実験記録89410-7により政府に指定されました。実験記録89410-7、日付2000、年、月、日。対象、ゴムのアヒル。現在の SCP-200JP 実施方法、ゴムのアヒルを200回鳴らして、音の違いに規則性があるか調べる。結果、音は一定の規則性を持っていました。単音と超音の組み合わせをモールス符号に変換してみたところ、和文モールス符号では次のようになりました。あ、の、こ、が、み、ず、の、そ、こ、に。分析。このオブジェクトは知性、あるいは何らかの情報を保有している可能性があります。アノーマラスへの分類申請は取り下げます。回収状況の再調査を要請します。財団は再調査を実施しましたが、関係者にはすでに記憶処理を実施していたため、このオブジェクトの習得状況について新しい情報は得られませんでした。